ただめより、シングルマッチ20分一本勝負を行います。赤コーナー、145番の長堀一平。青コーナー、210番のダンプ松本。ぜひ、安倍氏の。のりこちゃん、はい、ダンプ松本登場してきましたですよ。そうです ね、はい、のりこちゃんは確か同じ松本だから、はい、私はあのダンプさん応援するわなんて前言ってましたけどもね。そうですね、取材とかでもご一緒したことがあって、ほうほう、うん、すごいいい方だったんで、ね、はい、いや松本に悪い人はいませんよ。そうです ね、はい、さて試合が始まります。大石さん、はい、久々ダンプ松本ですけどもね、はい、どういう風にご覧になりますか。いや、なかなかあの派手に太ももに名前が入ったりなんかしまして派手にね、元気いっぱいですけど、はい、この人がやっぱりリングに出ないとなんかこう迫力とか盛り上がりっていうのはやっぱりねないですもんね。あの普通バスの中とかね、あるいは控え室なんかで見たんじゃね、はい、ダンプ松本の本当にあーっと行っている間にですね、どうやら場外戦だ。あー、すごい迫力を早くも放送席感じております。さあもう1回か、あーっと捉えてくられました。今日はダンプ松本いきなり場外戦で、あーっと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 、長堀一平が放送席に叩きつけられました。あーっと今度は鉄柱攻撃でやります。長堀がやられております。いやー、先日の後楽園では比較的ねおとなしかったダンプ松本でやりますが、今日はいきなり放送席、大石さんにあのダンプの印象を伺っている最中だったんですけどもね。私別にあの大丈夫、悪口言ってなくて褒めてたのに来ましたね。本当です、よかったですよ、はい、いやあれ悪口が聞こえたらもっとこんなもんじゃねえ、すいませんでした。そうですか、はい、しかし今日はまたダンプ元に戻っちゃいましたね。ね、いやこういったダンプを見るとね、放送席怖いんですけど嬉しいですね。やはりダンプには思い切ってだから最後の最後まで暴れまくってもらいたいですよ、この間びっくりしましたもんね、何かね。そう、まあ、ジャガーなんかはねダンプと長い付き合いなんですけども、ね、まあ、ダンプのやはり引退というのが現実のものになりました。今の先輩ジャガーの気持ちはどんなもんですか。そうですね、やっぱり辞めるって決まってもね、ダンプらしさっていうんですか、はい、そういうものを最後まで見せてもらいたいなって気がしますね。ダンプ道を貫いてもらいたい。そうです ね、はい、ダンプが登場してくるともう放送席はね声を枯らしてそのダンプの暴れっぷりを実況放送したものでありますが、今日もまたそのダンプ松本らしさを十分に見せてもらいたいと思います。あー、今日は試合が出ております。ダンプ松本新人がみんな勝っていくんですけども、ほとんどもう問題になりません。市内一戦、おっと次々に選手がリング上応戦しております。そして長堀風に対しましても強烈な市内攻撃であります。確かにダンプほどやはりあの全日本女子プロレスの中で大きな存在っていうのはちょっとありませんでしたね。本当そうですね、この人はあの基本的な、ね、人気というんでしょうか、はい、まあ、あのクラッシュギャルという、ね、大きな存在はありますけどもね、まあ、リングを超えた枠といいますかね。そうです、ダンプの知名度というのは大変なもんですからね、この試合は20分日本勝負、長堀そしてダンプ松本、おっとやはりねダンプ松本、おーおー、遠い感を出してまいりました。久しぶりであります。さあ長堀の長い髪の毛を捕まえております。そして今その長堀を助けようと入ってまいりました大倉弓を捕まえております。さあ彼に対して強烈バリアーと炸裂です。さあもう一回2人が力を合わせますがどうか、とこれは空振りでした。今度は攻撃鮮やかに決まりました、ダブルキックであります。そして長堀小倉に力を合わせた。さあダンプに2人で向かっていく、2人で蹴りを入れました、強烈なドロップキックであります。そして長堀が今トップロープに上がった。さあトップロープからどうか、強烈なキックが入りました、ミサイルキック炸裂であります。カウントはどうか、カウントは1つ入っただけ。まあ、相手のあの攻撃もねちゃんと受けてやっております、ダンプ松本。しかしカウント3はもちろん入れさせません。さあ長堀大きなダンプをロープに振った、どうするか、とバシッといった。大石さん、あのラリアートがもう何とも言えませんですね。いや、
もう今声出なかったですよ、もう声が出ないですね。私口開いて見てました今、はい、怖いですね、これですから、ね、よくあの長堀生きてますね。いやしかしね、簡単にカウントスリーが入りました。まさに息の根が止まるような強烈向きのラリアート炸裂いたしました。村山市民スポーツセンターダンプ松本。